みなさんこんにちは。サイトからダウンロードした動画や古いビデオなどが HD 画質の場合はよくあります。見る感じを良くなりたいといい、細かいところをはっきり見たいといい、いずれにせよ画質を FHD に向上する必要があります。今回の動画は AI ビデオエンハンサーを使って HD 画質を FHD に向上する方法をご紹介します。ダウンロードリンクも概要欄に書きました。まずは AI ビデオエンハンサーを起動します。メイン画面で用意した HD 動画をドロップして追加します。すると操作項目画面へ移ります。機能リストの AI アップスケーラーを選択します。ビデオ設定で明るさ、ハヤ度などを設定できます。ビデオサイズのところで拡大したい画質を選択します。画質の向上は2パターンがある。一つは中央比をそのままで倍数拡大、もう一つは固定中央比で拡大することです。ここは FHD を選択して保存先はそのままで、一部だけ拡大して出力することもできます。設定が完成したら処理を開始します。過程は加速でいきます。右の方は明らかに画質が向上されたことを確認できます。最後は完成した動画をチェックします。HD 画質を FHD に向上する方法の紹介はこれで全部です。ご視聴ありがとうございます。